せよエノエミだ。はい、今日はリクエストにとっても多かった What's in my bag をしようと思います。バッグの中身紹介なんですけど、今日紹介するバッグはこちらになってます。私が普段から愛用しているお気に入りのバッグになっています。こちらのバッグはアーバンニック30っていう韓国のブランドのバッグになっていて、韓国のインスタグラマーさんやインフルエンサーさんがすごいよく使っていたので、私も気になって購入しました。日本にいる時に購入したので海外輸入という形だったんですけど、一応日本にも発送しているブランドになっています。バッグはガマ口タイプになっていて、ガバッと大きく開くのが気に入っています。それでは中身を紹介していきます。まずはお財布です。こちらは半年くらい前にシャネルで購入したお財布になっています。普段からミニバッグを持つことが多いので、ちっちゃいお財布が欲しくて新しく新調しました。中はカードをしまうところが3箇所と小銭をしまうところがあるんですけども、あんまりたくさん入るわけではないんですけど、私は普段持ち歩くバッグの大きさを考えてこのお財布にしました。次に紹介するのが AirPods Pro です。こちらのケースとキーリングはムードフォアデイでオリジナルで作ったアイテムを使っています。結構もう色が欠けちゃってあんまりはっきりデザインが見えないんですけどいつも電車で音楽は絶対聞くので AirPods Pro は欠かせない必需品となっています。そしてポケットティッシュを持ち運んでます。私は鼻炎持ちなので鼻水が出る時もありますし、何かふとした時にティッシュがあれば便利なので、ちっちゃいミニティッシュを持って歩いてます。次に T モニーカードです。 T モニーカードは基本的にお財布とは別でこれだけで持ち歩いてます。お財布の中にあるとゴソゴソしてしまうので、さっと使いたい時に便利なのでこれだけ単体で入れて使っています。次にポーチです。こちらのポーチはバッグと一緒についてきたポーチになっています。中にはカメラのバッテリーを持ち歩いています。私はカメラで Vlog とかを撮ることが多いので、いつ充電が切れても大丈夫なように補助バッテリーを持ち歩いています。あとは常備薬です。先ほどもお伝えしたんですけど、鼻炎持ちなので鼻水が辛い時に飲むお薬と、頭痛持ちなのでいつ頭が痛くなっても大丈夫なようにお薬を持ち歩いてます。次は携帯です。携帯はこの前の動画でも少しお話ししたんですけども、私は写真用の携帯と日常使いの携帯2個持ちになっています。こちらが iPhone の11 Pro Max とこちらが XS になっています。携帯が2個持ちになるとすごい荷物も増えるので不便な点もあるんですけど、容量を食うことがなく分けて使えるところが私は便利だなと思って分けて使っています。何より全然 XS の方がカメラ写りが綺麗なので、こちらをよく愛用しています。もうバッグの中身があっという間に終盤です。最後にいつも持ち歩いているコスメたちです。朝使ったものを入れ替えてバッグに入れるようにしています。まずファンデーションです。ファンデーションはクリオキルカバーのグローフィッティングクッションを使っています。4番のジンジャーのカラーです。私は結構乾燥肌なので、こういうツヤ系のファンデーションが好きで使っているんですけども、最近使っているクッションの中ではすごいお気に入りなのでこれを使っています。次にリップとリップクリームです。リップクリームとして使っているのが MAC のプレッププライムリップです。これはリップベースで保湿力はすごいしっかりしているんですけども、リップクリームよりはよれにくいというアイテムになってます。1回使ってみてすごい良かったので、これはもう7本目ぐらいになってます。すごい愛用してます。次に今も使っているんですけども、 3C のリップになっています。こちらは221番のカラーになっています。ピンクのカラーがすごい気に入っていて、たまにこれを使ってここチークにもして使っています。ご飯を食べた後などはリップは絶対塗り直すので、リップは絶対に持ち歩いてます。次に紹介するのが今こちら撮っているカメラなんですけど、カメラはちょっと撮っているのでお見せできないので画像を追加しておきます。いつも私はカメラとミニ三脚を使っています。やっぱり携帯で撮るのもいいんですけど、カメラの色味だったり明るくしたいなって時はカメラの方が絶対いいので気に入っています。私のバッグの中身は以上になっていますすごい気になる方が多かったみたいで DM もたくさん来たんですけど、意外と本当に持ち歩かないんですよ
このくらいのカバンの大きさじゃないとまずカメラが入らなくて、カメラがあることによって結構もうそれだけで荷物が増えちゃうので、できるだけ自分の私物っていうんですかね、持ち物は持たないようにしています。想像されてたより結構荷物が少なくてびっくりされたんではないでしょうか。もちろんバッグの大きさによって荷物が変わるので、また違う時期とかデイリーで持ってる必需品が変わったらまた紹介しようと思います。他にももしこんな動画を見たいよっていうのがありましたら、コメントの方に送ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。